なんだあの拠点は。ということで、前回、やっと、自転車壊すことができて、一番最初に建てた拠点、使えるようになったんですけど、まあ、今回は、本拠点を建築しにかかろうかなと思います。まず最初に、資材集めしよう。本拠点の1階部、まず金属で固めたいんで、鉱石、焼きまくりたい。割と桔梗花の拠点とかあるね。硫黄は取らずに、金属と白石だけ叩いてました。一回持って帰ってかまど回すか。んで、エアドロ落としそうっすね。落とした。めちゃめちゃいい位置に落としたんだけど。人集まってきそうだな、これ。無事帰宅。かまど回しまして。まだ落ちてくるのに時間があるな。んで、木のバリケードカバーレシピ欲しいんだけど、レシピないんだよな。まあ、なので、遮蔽物置けないっていうね。足音してますね。うわ、これ二人組かな。もう扉開けた瞬間もう勝負になるんで。いる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 。俺これで全焼基地から撃たれたら最悪だぞ。あれ、もう一つ足音した気がしたんだけどな。撃たれてるし、は？やばくない？やばい、上に原人いる。あいつの死体も回収したいけど、あと4分いけないんだよな。とりあえず C4 持って帰ってこれた。取りに行こうとするやつ、ちょっと殺し続けるか。全焼基地に原人はいたんだよね。いやー、せめて全焼基地にさ、限られない位置に落としてくれないかな。エアドロなんてほとんどの確率で戦闘を切るんだから。まあ、原人はあの死体には気づいてなさそうだったな。残り1分40秒。なんか持ってっかな？何も持ってないわ。で、トンプソンだ。ジャックハンマー持ってる。え？てか、こいつ、名前見たことあるぞ。でも、すぐ取りに来ないってことは、家、その近くじゃないのかな？ジャックハンマーありがたすぎるな。無事帰宅。自分の拠点に低質燃料がなさすぎて注射器クラフトできないんで、原油燃やしに行きます。さっき全焼基地に立ってた原人、この人かな？本当はもうちょい燃やしたかったけど、日中ここでずっと焼いてるの時間の無駄なんで、違うことに当てようかな。
出待ちされてた。さっき敵から奪ったジャックハンマーで石掘りしていきます。え、ミニコプター止まってるんだけど、あれ奪えない？奪えないかっていうか奪えるんだけどね。けど自分の拠点に収納できる場所がないっていうね。まだ石取り始めたばっかなんすけど、一回拠点戻ろう。あー、なんかいますね。あ、ミニコップの方行った。え、やべ、来る前に車線切れないかも。危な。あのミニコプター奪えないかな。あ、いますね。見てるな。まあ、まだ入れないだろう、お前。これ持ってなかったら戦うんだけど。まあでもミニコプター奪いに行くんだったら、まず収納できる場所を作らないといけないんで、まあその収納できる場所どこに建てようかなって感じではあるな。無事帰宅。解放された拠点にガレージドアとかを運ぼうと思います。ん？ミニコプター飛んでる。え？着陸したんだけど。ああ、あれか。ま、撃って殺せそうではあったね。まあでも、俺が奪おうとしてるミニコプ多分あれじゃないんだよな。もう完全にミニコプター用拠点と化すけど、このままちょっと取りに行こうかな。日が沈んできてますね。夜が来る前にミニコプター奪い切りたいんだけど、待って、あれ敵？いや、多分敵だったな、あれ。あ、あの拠点に帰ってく。あそこがアクティブなんだ。だから俺さっきトンプソンで撃たれたんだ。夜になったらマジで運搬しづらいと思うんでね。え？馬駆け上がっていったんだけど。はぁ？なんでそこにいんの？え、なんであそこにあんな人いたんだ？わけわからんわ。なんか一人芋ってたしな。んで、はしご取られちゃったんで、まあ、それも回収したい。火が倒れた。そう、違うことやってたら朝になってしまったんすけど、あのミニコプターってもうなくなってんのかな。それともさっき飛び立とうとしてたミニコプターが一番最初俺が見たやつかな。風化拠点から、なんか下やったぞ。いや、寝てるだけか。まあ、これ見てる場合じゃねえ。
ていうか上がれないんだけど。確かこの拠点だった気がするんだけど、枝がなくなってる？あ、ある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 。え？なるほど。急げ。提出燃料そんなになかったせいで持ってこれなかったんですけど、まあ、22だったら足るかな。よし。あれ、これ落ちるかな。やべ、提出燃料なくなった。いけ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 。よし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 。ミニゴブ取りました。え、何の音？これもしかしてバイクじゃない？多分バイクだ。おい、バイクいいな。ああ、走ってる走ってる走ってる。止まらないかな？ん？え？倒した。けどバイク火吹いてる。お、乗れた乗れた乗れた。このバイクめっちゃ囲いたい。ちょっと。ちょっと一回持って帰ろう。あの拠点ミニコプター収納するところの下空いてるんで建築しちゃおうかな。あー、でさっきの人もしかしたら武器持ってたかもしれん。ちゃんと回収してないな。まあそんなのは後でいいや。まずは建築しに行こう。ここをガレージっぽくして。え、ヘリやり始めた。おら、オーケー、囲えたぞ。なんだこの乗り物いっぱいある拠点。気づけばそうなったぞ。俺前回自転車壊しちゃったんだけど、壊してなかったら乗り物3種ある拠点になってた。やばい、俺たげられるこれ。え？落ちた？あ、でもこれ、あれか、施設行くのか。多分落ちた後で施設向かってる。あ、武器あるね。MP5 だ。てか、こいつ、俺のこと縛いてた人じゃねえか。で、あと、バイク、火吹いてるんで、修理しないといけないっすね。よし、無事帰宅。豚、お前何やってんだ？バイク見たいのか？まあでもこう見ると、バイクそんなでかいわけじゃないっす。で、修理するのは金属片だけでいいと。この敷物つけて、いいね。で、多分これ乗ってる時、明かりもつけられると。で、多分バイク
ークも一人乗り用と二人乗り用があるはずだよな。これは一人乗り用かな。いやー、かっこいいっすね。まさか今回でバイクゲットするなんて思わなかった。で、しかもミニコプターとバイクだからな。で、マップ確認してみたところ、まだヘリ落ちてないっていうね。で、木のバリケードカバーリサーチします。バイク乗ってた人が持ってた。ありがたい。よし。で、ミニコプターとかバイクのための増築。で、白石少し使っちゃったんで、本拠点用の白石をもうちょっと取りに行こうかなと思います。あ、ヘリ来ましたね。さすがに次で落ちるんじゃないか。で、落ちるとしたらトレインヤードかな。いや、次はやらないっぽい。え、待って、なんか鍵かかってる。風力発電機、現物出たんだが。ジャックハンマーかなり優秀だな。めちゃめちゃ叩けましたね。常勤11落ちてたぞ。やべえ。は？最悪だ。木取られた。まあ、取られちゃったんで、追加で買い足そう。馬乗ってるなぁ。無事帰宅。問題はどこに本拠点を建て始めるかだなぁ。まあ、バイクだったりミニコプターを、あの拠点に収納してるんで、もうこの辺に建ててもいいかなと思うんですけどね。まあ、近い方が取り出しやすいしな。で、さっき馬乗ってた人がいたんですけど、多分工業所に入ってった。ああ、馬いるね。リサイクラーかけてると思うんで、そいつを倒そう。あ、待て。奥にいるわ。お、え？うめえじゃん。スクラップ310持ってた。無事帰宅。砂漠で開けてて怖いんで、ちょっと枝強化で、まず形だけ建築しようかなと思います。あんま近づけないか。なるほど。うわ、なんか3人走ってんな、前哨基地。何をやってたんだ。まあでも武器はなさそうだな。壊れたバイクあるぞ。しかもこのバイク二人乗りじゃない。よし、今のうちに本拠強化しにかかろう。あ、間違えた。装甲版、装甲版。
よし。とりあえず、バンカーになっております。寝袋とかも持ってこなきゃいけないな。夜の間に本拠の方にいろいろと運搬しちゃうか。朝が来ました。一応夜の間に少しだけアイテムをね、本拠点に運搬したんですけど、一番運搬したいものまだ運べてなくて、それがワークベンチレベル2なんですよね。かまどが止まっちゃってる。取り外して。では運搬しちゃいましょう。よし。まあ、すでに重要な物資はこっちに運んできてます。ということで増築していきましょう。よし。あ、そうか。ハンブロ、つけなきゃいけない。オッケー。とりあえず本拠点建て始めたんですけど、今自分が持ってる資材で強化できるのはこの辺までっすね。で、設置できるところにはガレージをつけていきます。よし。で、今回で、ヒアと、解放された拠点から持ってこれた、このダブルバレルショットガンリサーチしたいと思います。で、技術ツリー進めていきたいんですが、まあね、銃系はもうセミライあるんで、とりあえず先にこのタレット、解放させたいということで、こっち側に進んでいこうかなと思います。バッテリー中持ってたよな。中型バッテリーリサーチ。では、タレットの方に進んでいきましょう。あと、スクラップ。230ぐらいですね。ということで、今回でね、本拠を建て始めたのと、あとバイクゲットできたんで、まあ次回あたりそれ乗ってちょっと遠出できたらなと思います。